イ飛んだと思ったらくるっと回って帰ってきますよ。大きなフライト見せてくれてます。あ、お姉ちゃん気をつけてくださいね。白いラインの外側でご覧ください。これだけ大きな鳥だと展示場の中だけだと十分に羽ばたくことできません。サファリランドではトレーニングすることによってですね、このように外で自由に飛ばしてます。あ、無理やり飛ばしてるわけではなくてですね、餌の時間をうまく利用してですね、外に出ていっぱい飛んで、そこで食事をあげて、最後はですね、展示場に戻るというですね、運動をさせています。そうすることによって野生に近い健康状態、体つきというのも維持されて、まだですね、日本国内繁殖例のない鳥なので、繁殖にもこれからですね、もっとですね、期待していきたいなと思ってます。で、飛ぶのも上手なんですけれども、野生ではどんなところで生活しているのかというとですね、高い木の上で生活しています。なので私ぐらいの腕の細さの枝であれば、このようにバランスよく止まることができます。ただ体重9キロあるので、私の腕プルプルしてるんですけど、このように上手に乗っています。どうですか、この鳥見て可愛いなと思われたお客様。はい、ほとんど、あ、まばらにありがとうございます。はい、これだけインパクトのある体つき、顔つきしているので、図鑑なんかでは世界一醜い鳥なんてですね、失礼なことが書かれてしまうんですけども、なかなかかっこいい素敵な鳥ですよね。では今度はですね、餌を見つけた時の飛び方、飛んでもらいたいと思います。野生ではもっと上空高いところを旋回して、日本の東京みたいにですね、空高いところから見つける、餌を見つけるとこのように滑り降りていきます。滑空という飛び方ですね、滑る空と書きます。ほとんど羽ばたかない傾向がこうやって飛んでるところ、この異色のコラボレーション、サファリだけなので、ぜひお写真などお借りください。はい、今日もですね、頑張ってにはですね、ここまで暑い中だってしたけど戻ってきてくれました。ですね、なかなか風も弱かったんですけど、気持ちよく2羽飛んでくれました。ではそろそろですね、丘の後ろにある展示場の方に戻ろうと思います。はい、2羽同時にですね、展示場の方に戻っていきました。では以上でハゲコダイナミックフライト終了。